トリアナイトは希少なトリウム酸化鉱物である。組成式はゾウ2で表される。放射性元素であるトリウムを主成分とするため放射性鉱物である。結晶構造は当軸小系であり、モースコードは6.5から7。別称をトリアン石、ホートリウム鉱とも。トリアナイトはもともと1904年にアナンダ、コマレスワーミーによってセンウランアラガネであるとされていたが、 ウィンダム・ダンステンにより、新種の鉱物であると認められた。トリウムが含まれる割合が大きいことにちなみ、命名された。ウラン、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジムの酸化物も,も、同様に含有する。原子核崩壊によるヘリウムが存在するため、ピッチブレンドより、その放射線は、やや弱いが、ガンマ線のため射蔽は難しい。 スリランカにあるオキセキ層の宝石され奇層で広く見られ、ほとんどの場合、水により摩耗し、小さく重量があり、黒色を呈する結晶として算する。最大規模の結晶は一般に 1.5cm 程度である。マダガスカルでは 6cm にも及ぶ結晶が報告されている。トリアナイトは色や比重、素性によって次の3種類に分類される。 トリアナイトとセムウラン鉱は合成鉱物及び天然鉱物において完全な雇用体を形成する。二つの鉱物種は U イコール1、1の組成比で分離し、ウラン及びトリウムはそれぞれ最大で46.50%、87.9%の組成を占めることができる。トリウムは気土類元素によって8質量ほどまで置換される。 ほとんどの場合、セリウムは4価の価値音として存在する。合成鉱物においては、CEO にプロにゾーニゾウに UO2 の完全連続固有体を形成することが知られる。少量の鉄やジルコニウムもまた同型置換することがある。存在する PB は大抵が原子核崩壊に由来する。ありがとうございます。